白川彩音です。コミックフェスタは漫画とアニメが楽しめる配信サイト。ねえみーみー、完全版を見たら昨日の続きしよう。私たち3人の物語をお楽しみください。体育祭に来たはいいが気まずい。あの、あやね。あー、いけない。私、次の準備があるからもう行かないと。そらされた。やっぱり二人で話をしないと。お兄ちゃん、どこ行くの？ちょっとトイレ。ねえ、ちょっと何を。ちょっと話がしたくて。いいか。なんで更衣室？ここなら種目中だから誰も来ないでしょ。で、何？ああ、お前最近うちに来ないじゃん。どうかしたのかなってメッセしても既読スルーだし。やっぱりこの間のことか。違うの！え？それは違くて、私はただ、その、恥ずかしくって。どんな顔して会いに行けばいいのか分かんなかったんだもん。え？それだけ？それだけって何よ！私がどんだけ悩んだと思ってるの？だってお前が完全無視するから、てっきり俺嫌われちゃったのかと思って。は？バカじゃないの？嫌いになるくらいだったら、あんなことしないし。あやね。嫌われてなくてほっとしたよ。これからはちゃんと顔見せに来てくれよ。やっぱあやねがいないと寂しいからさ。へえ。私がいなくって寂しかったんだ。そりゃまあ、な。にいに。あやね。あっちー！お疲れ様。ちょっと。あやね。バカじゃないの。どうすんの？それはあやね次第だろ。私もニーニーの匂い好き。お兄ちゃん、迷子かな。次回も一緒にうにゃうにゃするにゃん。お兄ちゃん、お待たせ。アニメオーバーフロー、ブルーレイ &DVD が発売決定だよ。私もあやちゃんもすっごく頑張ったから、たくさん見てほしいな。約束だからね、お兄ちゃん。